自己紹介をお願いします。陰陽です。ラップしてます。ありがとうございます。あの、<laughs> あの名前の由来を教えてもらってもいいですか？名前の由来は陰と陽ですね。で、自分の中であのブライ、あの陽だけじゃないし、陰だけじゃないし、なんかどっちも合わさって自分っていう人格が成り立っているから。陰陽ですね。 少年時代にはい少年時代かまあでも中学そうですね小4ぐらいからあまあそっかもうお,いおいたし的に両親どっちも共働きで飲食店やっててそんで、まあ、僕ずっとスポーツやってて、まあ、ちっちゃい時スケボーとかやってたし。 なんかずっとやっぱ親働いてる分外で時間を過ごすことが多くてスケボーとかやったらやっぱ年上の人ばっかりだしそういう人とつるんでまあこの英語とか話せるんですけどそういうウエスその西洋のカルチャーとかに興味持ったのもそのスケボーとかそういうとこからで,であとは格闘技ずっとやってして<ー>で高校生の時とかプロで。 2000円とかしてまた、あ、くそっからやめちゃったんですけどだからもう小学校4年生とか,から高1とかまで本当週7とかで練習してて、まあ、少年時代の思い出したらなんか道場がめちゃくちゃ多いですね